ちょっと今帰り道なんですけど、知り合いの会社が近くにあって、で最近新しいバイクが欲しくて悩んでるから、ちょっと相談しに行こうかなと思って、知り合いのおじさんって言ったら怒られちゃうかな、なんだろう、知り合いのどうせ顔出さないじゃないですか、ダンディーなおじさまのところに行こうと思います。めちゃめちゃ適当言ってる今日はハンターカブに乗ってるんだけど、モトグッチを買おうと思ってたのは、まあ大型車を自分で買いたいっていうのと、あと大型車だけどリッターバイクじゃなくてミドルクラスがいいなと思ってて、でそんな中でたまたま出会ったのがモトグッチ V7-3 レーサーだったんだよね。ネオクラシック系がいい、なんかレトロな方がいい、スーパースポーツやだ、まあできればネイキッドがいいなとか。私のね、目標としてたものとはね、モトグッチもともとね半分ぐらいしかね、合ってないんですよね。ドンピシャっていうよりかは実物を見て乗って初めていいなと思ったというか、だからなんかさ、理想の好きな相手と付き合う彼氏違うみたいな、まあ、結婚してる人にとっては付き合う相手と結婚相手違うみたいな感じなのかな。だからなんか私にとっても超理想の相手と結婚したわけではないっていうか、なんか付き合ってみたらよかったな、遊んでみたら案外よかったな、よしこのまま付き合うかみたいな感じだったんですよね。まあそれってすごくいいことだなと思ってたし、自分ってこういうのが好きだったんだっていう新たな発見でもあったから、すごいね楽しくは乗ってたんですけど、でもやっぱさ、人ってないものねだりだからさ、なんかいろいろまた気になっちゃったりするわけですよ。あ、そうだそうだ、言い忘れた。このハンターカブのカスタムを月刊オートバイさんで毎月連載させてもらってて、ヘルジマナツミの CT125 ハンターカブスナップカスタムオンボルトみたいな、なんだっけ、ちょっとここに出します、はいこれです、ドン、はい、これを毎月連載させてもらって、一個ずつねどこをカスタムしてったのか載せていくんですけど、できるだけね自分でもできるようなカスタムをこの企画ではやってってます。もちろんね自分一人だとできないものとか手伝ってもらったり、まあやってもらってるものもあるんですけど、一人でできなくもないぐらいのものをやってます。そんな中で買ったまんまのノーマルじゃなくて、自分で自分好みのものにしていくとかって楽しいなって思ってて、だからなんかそういうカスタムの幅が広いバイクもありなんじゃないかなって思うようになったんですよね。まあそういうのをね、どうも元口でなんかやっていくのか、なんか他のにすんのかどう思うみたいなのをちょっと相談しに行こうかなって思ってます。あとプラス、まあ、うちのガレージも結構限界が来てるから、なんかガレージ借りれないかなと思ってお願いしようかなとかいう、まあその池内啓司は2輪も4輪も結構レース業界詳しい人で、まあ、お世話になってるって感じですね。いや私は、いやなんかこの間も言ったけど、今悩んでるのはリアル川崎の RS Z900RS、あれそうだね。で、カスタムパーツめっちゃ多い。ああ、いいかも。か、もしくは、でもさ、MT09 とか07だとさ、ストリートファイターみたいな。どうも。MT? うん。で、好きじゃん。エンジンが好きなの、09の。初期の一番買った時も、車体全然良くなかったんだけど、エンジン好きだから、車体はさす変えればいいやと思ったけど、そういうもんでもなかったね。え、SP にしなかったんだっけ？出てすぐ買ったから。なるほどね。だからオーリンズに変えたりしたけど、硬すぎちゃって、ダメで、新しいのはいい、ね、やっぱセッティングだしって難しいよね、だからなんかね、国産のはね、エンジンはいいけども車体が面白くない、持ってちゃう、なんか普通すぎちゃって、乗りやすすぎちゃって、なるほどね、ジェジャマ系がいいのね、ジェジャマっていうか、なんか癖が、なんかちょっと乗りやすいのは乗りやすい、BM みたいな、あれ乗りやすい、なんかすげー楽なのだったらいいけど、なんかね、ちょっと、ね、特徴がなくてね、まあ、どっちかっていうと俺、ヤマハの乗り味が好きなんだけど、インラインのこうずっとしたペタペタっていくやつよりは好きなんだけど、川崎いいんじゃない？じゃあさ、あれとかあんま好きじゃないでしょ、鈴木の SV650 乗ったことない、鈴木って最近乗ったことないんだけど、俺 GSR の250は持ってるじゃない、すげえ乗りやすいなと思うんだけど、俺昔のイメージで GSXR とかガンマとかのイメージだから、なんかすげえピーキーで、あとなんとなく昔のエンジンとかさ、車体とかがさ、もう軽すぎちゃって弱いのよ、ちょっと耐久性がない感じがあって、今は違うって言うんだけど、なんかそういうイメージがあるのと、まあ、乗り味的になんかちょっとあんまりピンとこなかったんだけど、わかんないね、詳しすぎだから、GSR はね乗りやすいよね、ネイキッドはね、
特に250は、うん、あれやるともうスクーターいらないね、街中あれやるの。ああ、そうね、そうね、わかるわかる、めっちゃ楽。だからさ、何がいいんだろう。それか XSR、 あ、俺あの新しいやつ、あ、GP、 900の GP もう頼んだよ。え、頼んだの早っ。え、どのカラー？ なんかさ、フロントが赤系のとさ、ネイビー系の。赤にしたんだけど、うん、全部色塗り替える。あ、そうなんだ、結局。黄色いケニーのインターカラーとか。へぇ。俺、あの3気筒の、うん、あのエンジンが好きなのよ。トルクあるし、なんかマルチっぽくもあるし、俺もともとマルチが好きだけど、うんうん、だから、なんか、ああいう格好のやつも面白そうだなって思って、うん、この前、ヤマハの人に会って、あの、買います、買いたいですって。その値段も高くないじゃん。そうね、そんな高くない。百何十万とかでしょ。うん、本当に欲しいのはドカティのストリートファイターだ、ね、あ、そうなんだ。MT が出た時は、07はすげえバランスいいっすよ、ね、うんうん。みんな言うね、うん、09はやめた方がいいって言われて、でもエンジンが好きだから09買ったんだけど。足回りがね、柔らかすぎてね。今のやつはいいんじゃない？そう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 。なんかさ、他にさ、カスタムするならみたいなのさ、あるかな？ダックス。いい、もうさ、ハンターカバーあるから。あれを今カスタム中だから。今スイングアーム変えたりとかさしたら。でも一番多いのはあれじゃない？今 MT 系か Z か多いじゃないの。うん。でもさ、Z650 はないよね。やっぱするなら900RS だよね。650の方が乗りやすいんだろうけど、やっぱ900乗りたいよね。どうするならね。600ってさ、なんか多分乗りやすいんだろうなと思うけど、中途半端だよね。めっちゃ乗りやすいね。なんかちょっと中途半端な感じがしたよね。なんかカスタムパーツもやっぱいきなり少なくなる。あとあれだよ、乗るんだったらやっぱ車重の軽いのがいいよ。うん、だから3気筒いいなと思った。 900RS は 215kg ぐらい軽いの。だからマフラーとか変えたら結構軽くなる気がする。変えたら 200kg 切れるかな、どうだろうとか。悩むな。 BM 買いなさい。 BM 乗ったことある？乗ったことある？絶対 BM は1台あった方がいいよ。俺1台絶対 BM を手放さない。そうなんだ。もうツーリング行くとすげえ楽だもん。それをさ、 BM の中ではあれそれだからっていうのないの？わかんない。俺4気筒のやつ乗ったことないからわかんないけど、足がいいもんすげえ。だけどもう BM だったら、まあ、4気筒の重いやついらないなと思って。うーん、結局パワーなくてもいいし。で結構あの1200の俺持ってる RS ってやつもパワーあるんだよね。130ぐらいの BM のさ、中型車どう思う？じゃあ俺ね、900の2気筒のやつ乗ったことあるんだけど、うん、すっげえ乗りやすかったよ。うーん、全然最初乗る時期待してなかったんだけど、足とかすごい乗りやすかった。だから面白みないね。なるほどな。いや BM さ、乗る機会も少なければさ、値段も高いからさ。そう、でも今中古だと安いんだよ。そうなんだ。パーツも高いじゃん。新車はすげえ高いけど、うん、中古だと安いよね。すげえ出てるから。うん、でも GS 欲しいんだよね。最後は GS かな。 GS はもう私ね、論外論外、もう入ってないもん。シート高高すぎて。そう、どっか BM ハーレーは一度は行った方がいい。ハーレー所有するのはちょっとハードル高いな。ハーレーは絶対キャブのハーレーだ。そうなんだ。あ、美味しそう。ありがとうございます。口が大きい。最近のバイクはさ、加速もすごいけどブレーキがすっげー効くからな。効くね。それで体がついてかない。効きすぎちゃった。うん、美味しい。甘くなくていいんだよ。うん、確かに。ブンブン。さあ、ということで、なんかちょっと雨雲レーダー見たら雨もやばそうだったんで、もうそろ帰ります。でもね、なんかさ、話してて最後に言われたのは、結局もう欲しいバイクって心の中では決まってて、あとは背中を押してほしいだけでしょって言われて、うわー、そうなんだよねって。まあ結局さ、バイクに限らず洋服だったりしてもさ、なんかこのさ、青とさ白のワンピどっちがいいみたいな、心の中ではこっちかなみたいに思ってんだけど、自信持てないから一応聞いとこうみたいな。てか他人にはどう思うんだろうみたいな気になって聞くだけであって、本当欲しいの決まってんだよね。私な、何が欲しいかな。お金がさ、自由にさ、何も気にせず買えるくらいあればさ、なんか好き勝手、欲しいの買って、売って、買って、売って、いろんなの乗るとかもできるんだろうけど、難しいなぁ。私はね、ありがたいごとに仕事でも本当にいろんなバイクに乗させてもらえるから、でももうちょっといろんなバイク乗って、それで決めたいと思います。みんなもしこれがおすすめだよみたいな、ミドルクラスでバーハンドルで、まあ、ちょっとネイキッドで丸めでクラシック系でなんかおすすめがあったら、なんかなんでおすすめなのかと一緒にコメントくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また他の動画も見てください。またね、次の動画で会いましょう。最後まで見てくれてとっても嬉しいです。読んだコメントにはいいねしてます。また次の動画で会いましょう。
シュッシュッ。